イズの続きです。今回は台形を使ってみました。ごきげんよう。ではご覧くださいませ。まずはこのトビカガチいきますよ。紛れと横綱に乱れる徳武士も千代葉よこせと市電まといて何で思う思うなり。モンハンワールドにもいたので、ご存知の方もいるでしょう。本日にはモンハンワールド版の特集です。
ジャンプから空中を巡り出して着地点を切り替えすると、そのまますぐに進化巡りが出せます。もちろん作り虫ジャンプからも終電上で試した加減で空中を巡りより落下物の効果を見えていたので、一気に回せやすいです。空中落下物の効果は空中からの効果を見えています。マガイマガドの緊急クエストが出ました。ではマガイマガド行きます。装備はこんな感じです。双剣に戻しました。兜のまがいに挑むを
合唱。お早的なし聞き逃れ。飛びかがち散々だな。よもぎ出陣。おもちゃっぽいデザインしてます。Thank you.
撃です。長井長殿の修行、お見事でした。ん？お前こそ真の強者よ。おっかり。長井長殿の修行したんだよね。あっぱれ。僕たち佐藤さんに言われて考えたんだ。佐藤を守るために自分たちにできることってなんだろうって。でも。僕はお供のお世話しかできないし、私はお団子作るしかできないんだよね。でもさ、伊織くんがお供のお世話をすれば狩猟がうんと楽になるし、私が美味しいお団子を作ればみんな元気で笑顔になるよね。それが里を守ることにつながるかなって。うん、良い答えだ。田村の若者は皆聡明で頼もしい。では私は里を守るため月下城のお仕事に戻りますね。僕は広場に。私は茶屋へ。さあ新しいお団子作るぞ。マガイマガド団子、黒ごまでこうね。あー素敵。
よくぞ我が任務を果たしてくれた。礼を言う。受け取れ。田村の里に代々伝わる宝刀だ。マガイマガドから里を救ったお前に譲ろう。いいから受け取れ。ジジイの俺には少々重たかったのだ。さあ。これで肩が軽くなったわ。え、どちら様。両国と北武器使いの人も多いはず。佐藤さんの背負ってる双剣欲しいです。マガイマガドを倒すと一区切りとしてエンディングが流れます。スタッフロールが流れますが、クリアではなくまだまだ序盤です。一応スキップしないで流しますね。興味のない方は飛ばしちゃってください。風かよう四季は巡る、振りがたし花とはの花、愛し日々ゆかし年月、戻らぬ時哀れとこしえなり、命は清き炎、
ちなみにこの刀は強化しないと使い物になりません。強化しても微妙なんですけどね。いいお天気ですね。さて、それでは今回はこれで終わりますね。ご視聴ありがとうございました。クエストリストはこちらです。